はい、どうもこんにちは、藤本動画藤本です。本日もまた藤本動画アップしていきたいと思います。今日もね、また埼玉の、ハードオフ巡りをね少ししてたんですけれども、今こちらね後ろに来てる後ろのお店、ハードオフの、アグオ本町かな、うん、のお店の方ねやってきました。こちらのお店もねもう過去に何度もね来てるお店ですけども、まあしばらくぶりなんでね、いろいろ変わってるんじゃないかと思いまして、はい、ちょっと楽しみです。じゃあ行ってきます。じゃあね、お店の中入っていきたいと思います。こちらもね、オフハウスと一緒になってるお店ですね。お、いきなりカメラで、ね。ワゴンがある。すごいバーな。ね、3000円とか。すごいね、ワゴンセールですね。はい、ハロフね、なんかいろいろお店ごとによって特色がありますね。これなんだろうな。はい。これはAF って書いてあるね。なんかちょっとね、ペンタクスっぽいな。ね、ちょっとわかんないですけど、なんとなくイメージ的に。お、煮込み牛かと思って違った。F60 か。F60 のシルバーかと思って、500円。うん、はい。ちょっとなんかこのね、この重さに対して、なんかちょっとこの入れ物が不安定で、ちょっと怖いね。はい、じゃあね、ちょっとカメラコーナーね、他にも探してみたいと思います。よいしょ。あったあった。はい、ね、こちらありましたね。はい、じゃあこのね、ガラスケースちょっと見ていきたいと思います。お、ブラックマジックがあるじゃん。ブラックマジックと、後ろにキスがあるね。ちゃんと映ってるのか、全然見えない。D50 がありますね。よいしょ。D50、プラスカラー全く見えないね。ないのか。あ、アルファ99マックスがあった。18万円。だいぶ安くなっちゃったな。もともとね、40万以上するカメラですけどもね。はい、今18万で買えちゃうんだね。まあ新品じゃないからだけどね。むしろなんか、アルファ100が1万円する方が驚きだ。現状品となってますので、ご了承ください。こちらご覧ください。はい、こちらご覧ください。ありがとうございます。お、F100 がありますね。350がありますね。あの、花350。はい。お、D700。4万円か。はい、で下に綺麗な色だよね、緑色で。はい、で、D40 も高いね、1枚持つんだ。だね。はい。α7S3 が15万で買えるのに、α99MAX が18万って、ちょっとなんかおかしい話だね。はい、まあいいけど。うん、こんな感じ。D750 が8万円するのもどうなんだろうね。ちょっとお買い得なような気もしないでもないけど。あ、クルピクサーの P900 がありましたね。ね、今、下の方なんだろう。なんでしょうね。
ね、とりあえずこんな感じかな。あとはこっちはパソコンだね。こちらマイクの上か、はい、ね、ちょっとないか、はい、じゃあね、ちょっと奥の方にね、またね、カメラコーナーあったはずなので、そっちをね、行ってみたいと思います。あったあったあった、はいね、ここのお店ね、こういう感じでね、数箇所にね、カメラコーナーが分かれてる感じですね。はい、ね、あるよね。お、レジに行って 20% オフだって、うん、はい、で、シグマの 85mmF1.4DG7 万円、はい、ね、ソニーのレンズもありますね。はいはい、フィッシュアイがあったりとか、フィッシュアイ興味あるからね。はい、じゃあ下はここも結構な勢いで積み上がってるね。よいしょ、はい、うん、見えかな。ちゃんと映ってるか心配なんだけど、テレコンバーターがあるね、スタンダードよいしょ、ちょっと奥の方アップしようか、ね、こんな感じで、はい、奥の方を、はい、こんな感じですね。とりあえずね、ガラスケースこんな感じですね。あとは、これさっき見たやつか、ね、こう、うん、はい、で、あとこっちのね、ガラスケースありますね。はい、で、じゃあね、ちょっと行こうかな。はい、この辺はなんか前に来たとかあったようなキャスな、なんか要するにね、よし、多分ね、前の動画かなんか見返すとね、おそらくこの辺のやつはね、結構変わってなかったりすると思うんで、
はいね、ミノルタの中盤カメラがありますね。7000円だって、うん、レンズが壊れちゃってるんだよ、これ、はいね、程度はね、あんまり良くないかな。もうなんか後ろにレンズがあるんだけど価格は分かんないな、値段が見えないですね。これは何だろうね、ボロニカか、はいね、9万円で、コンパクトがあってで、F60 があってね、はい、で、下に行きますね、はい、マミヤの 150F2.8 これなんだ、のこんんニコンの 500mmF5.8 ってのがありますね、10万円、はい、でこれがタムロンのタムロンの 7200F2.8 7万円、うん、これもタムロン 18mm 30mm 300mm 300mm、 どっちなんだろうね、はい、7200G がありましたね、これは A マウントのやつだね、多分ね、うん、あ、違うな、E マウント SEL って書いてあるから E マウントなんだ、これあれか、F4 当初のやつかな、うん、こんな感じで、アクセサリーかな、はいね、アングルファインダーだったりとか、はい、マンホールとね、ビデオ運台とか、はいね、ちゃんと映ってる、はいね、こんな感じですね。あとこっちの方にも何かあったような気がするんだよな、あったあったあった、はい、すごいいっぱいあるね、ここはジャンクですね、はいね、この本 D70 のジャンクが5000円、バッテリーないですってね、うん、でもパッと見切れそうだね、はい、テレコンバーター、キャノン、はい、シルバーなんとなんだろうね、100、300とかね、はい、この辺はこういうのか、とりあえずあとなんかこういうのがあったりとか、うん、はいね、あ、向こうにもあるじゃん、はいね、レンズキャップとかこんなのね、はい、であとは、ね、なんか GoPro の、 この古い方の GoPro のね、あれみたい、あの合成ハウジングとかそういう感じかな、はい、ね、うん、いやいやいや、すごいね、下にも下にも、あ、ここにも D70 が、おっと、こっちゃいそう、よいしょ、うん、3000円だね、はい、D70 がね、3000円でありましたけど、これなんか前回来た時あったような気がするな、この D70 が、うん、前に来た時はね、ここで
一応動画をねご覧になってくださってる方に声かけていただいて、ちょっとね軽く挨拶程度ですけど、ね藤本動画見てますよっていうのねちょっと言っていただいた思いがあるお店ですね。でちょうどこの辺見てた時じゃないかな確か、ね、なんかねその時になんかこれ良さそうじゃないですかってなんか連続進めた覚えがある。これなんだろう、はいね、大体こんなもんかな、うん、なんかゲームの上にもこういうとこにもねこれ1脚だか3脚だかこれなんかマンフロットだね。これねこのマンフロット俺が使ってるのと同じやつかな多分。ちょっと値段が見えないけどね、こんな感じでね、ちょっと片手なんで重さやめとこう。はいね、こんな感じ。あと向こうのカメラバッグがなんかかかってるね。よいしょよしよし、はいね、カメラバッグがかかってますね。4000円。マンフロットはねカメラバッグ4000円とか。いらっしゃいませ、ね、いらっしゃいませ。ね、はい、じゃあねまたねハードオフアプリをチェックインしたいと思います。はいね、はい、はいね25店舗目ですね。はい、はい、ということでねハードオフ上尾本町店の方ねちょっと、見させていただいたんですけど、物はね確かにすごいいっぱいあったし、あとなんかジャンクのね、こうなんだろうね投げ売りのようなねすごいめっちゃ積んであるやつとかね面白かったんですけど、いやー今日ね結構な店舗数も回ってるんですけどもね、まあ、未だにね何一つね買おうかなと思うので出会えてないんでね、まあ、これもね、まあ、運なんでしょうがないとは思うんですけども、はい、ちょっとね、まあ、これといって欲しいのもまたなかったんで結局ね何も買ってないということですね、うん、はい、まあねあともう1分ぐらい時間的にいけるかな、この近くねもう1軒ね、あるんでそちら回っていこうかなと思います。はい、ということでね、動画でした。